ジョージ・イーストマン、ジョージ・イーストマン、1854年7月12日から1932年3月14日はアメリカの実業家、発明家であった。イーストマン・コダックの創業者、ロールフィルムを発明。それによって連続撮影のスピードが著しく速くなり、写真機の主流となった。ロールフィルムは百八十八年にエドワード・マイブリッジや、 ルイル・プランスが映画用フィルを発明する元となり、トーマス・エジソン、ルミエール兄弟、ジョルジュ・メリエスらによる映画の発明のための基礎技術となった。特殊化としても有名で、ロチェスター大学のイーストマン音楽学校と医師学部を創設し、ロチェスター工科大学に寄付をし、マサチューセッツ工科大学の第二キャンパスを建設し、いくつかの大学に寄付をしている。また、 低所得者のために、ロンドンをはじめとするヨーロッパ各地の都市に、診療所建設のための基金を創設した。晩年は病気のせいで慢性の痛みと体の衰えに、苦しんだ。1932年3月14日、友よ、私の仕事は終わった。なぜ待つのかと書かれた遺書を残し、実施した。は、アメリカが国国定歴史建造物に、指定されており、 2012年現在は国際写真映画博物館として運営されている。ニューヨーク州にある両親が1849年に購入した10エーカーの農場で末っ子として生まれた。上には二人の姉、エレン・マリアとケイティがいた。ほとんど独学で学んだが、8歳になるとロチェスターの私立学校に通い始めた。父は1840年代前半から、 ニューヨーク州ロチェスターでイーストマン商業専門学校を始めていた。ロチェスターは当時急激に産業が発展しつつある都市だった。しかし学校経営だけでは生活できず、父はロチェスターとウォータービルの二重生活を余儀なくされていた。1860年、父が健康を外し始めると一家は農場を諦めてロチェスターに引っ越した。1862年5月、父が 脳障害で死去。生活とジョージを学校に通わせるため、母は寮生を受け入れることにした。二番目のアヌケーティは1870年、ジョージが16歳の時、ポリオに感染して、若くして亡くなった。そのためジョージは高校を辞め、働き始めた。写真事業で成功し始めた時ジョージ・イーストマンは、苦労して育ててくれた母に、親孝行することを誓った。 1874年に写真に興味を持ったが、当時の写真は、ガラス板に観光入剤を塗って、乾く前に撮影する方法であった。3年の実験の後に、鑑式の写真版、看板を開発し、イギリスとアメリカでの特許を取得し、1880年に写真の事業を始めた。1884年に写真の機材を ガラスから乳剤を塗ったロール紙に変える特許を取得した。1888年にロールフィルムカメラの特許を取得した。あなたはシャッターを主催すれば、あとは我々がやりますの宣伝文句のもと、顧客はカメラを送り返して10ドルを払えば、フィルムを現像し100枚の写真と新しいフィルムを装填するシステムで市場を開拓した。この宣伝文句は社会の関心を引き、 ギルバートサリバンのオペレッタ、ユートピア国式会社で使われた。1888年9月4日、イーストマンはコダックの商標を取得し、世界最初のロールフィルムカメラ、ナンバー1コダックを発売した。1889年にはセルロースを使った透明な写真フィルムを発明。1896年までに100台のコダックのカメラが売れた。1900年には、 ブローニーシリーズを1ドルで発売し、写真とカメラを一気に普及させた。早くからフィランソロピー活動を始めており、事業の収益の一部を教育機関や医療機関の創設に充てた。例えば、1901年には、ロチェスター工科大学の前身である力学研究所に62万5000ドルを寄付ている。1900年代はじめには他に、 マサチューセッツ工科大学に寄付し、チャールズ川沿いの第二キャンパス建設を支援した。同キャンパスは1916年にオープンされた。イーストマンは生涯独身だったが、ビジネス仲間、ジョージ・ディックマンの妻で歌手のジョセフィン・ディックマンと長年に渡ってプラトニックな関係を続けた。特に1907年に母が亡くなってから彼女と親密さが増している。 趣味は旅行と音楽だった。母マリアは彼の人生の大きな部分を占めており、その死はジョージに大きな衝撃を与えた。礼儀を美容的に重んじる性質だった。彼が友人たちの前で感情を抑えられなかった。後に母が死んだ時、ついたち中泣いていた。死にたい衝動を抑えられなかったと述べている。母はジョージからの贈り物をなかなか受け取ってくれなかった。 ため、生前に十分親孝行したとは言えなかった。そこで、母の死後、1922年9月4日、ロチスターにイーストマンシアターをオープンさせた。その中には、室内音楽堂、キルバーンシアターも含まれている。キルバーンは、母の旧姓。ジョージ・イーストマンハウスの庭には、母の生家から移植したバラが咲いている。1925年に引退したが、 経営には死去まで関与し続けた。特に研究開発部門の発展に貢献している。1911年という銀行創設。組合の形成は抑制したが、従業員の福利構成の充実を図った。抜け目のない実業家でもあり、カメラ業界の競争が激しくなってきた時、フィルム製造に重心を移した。高品質のフィルムを大量生産することで、 他のカメラ製造業者を事実上のビジネスパートに転換した。当時最も有名な特殊家であり、ロチスターやマサチューセッツ州ケンブリッジ、南部の黒人を受け入れている二つの大学、ヨーロッパ各地の都市などの様々なプロジェクトに1億ドル以上を寄付ている。1916年、無料で歯科診療を行う創設の資金を提供。1918年、 ロチェスター大学のイーストマン音楽学校の創設資金を寄付。1921年、同大学の医師学部の創設資金を寄付した。1915年には、ロチェスターにてという地方自治の研究施設を創設しており、同施設は2012年現在も活動を続けている。1925年、イーストマンコダックの日々の経営からは身を引き、 慈善活動に注力するようになる。アンドリュー・カーネギーや、ジョン・ロック・フェラーに次ぐ、特殊化として知られるようになった。それを宣伝に利用しようとはしなかった。特に医療機関創設に尽力した。1926年から亡くなるまでに、アメリカ有生学協会に、毎年22,050ドルを寄付している。1926年の委員長からロンドンに、 歯科診療部門を創設する資金を提供して欲しいという申し出があり20万ポンドを寄付した。は1931年11月20日に開院し、式典にはアメリカ大使や当時イギリスの財務大臣だったネビル・チェンバレンが参加した。この歯科診療施設はロンドン中心部の貧しい子供たちに無料の歯科診療を提供した。同様の形でイーストマンはローマ、パリ、 ブリュッセル、ストックホルムにも、歯科診療施設を創設した。晩年の2年間は、脊椎管狭窄症と見られる症状に苦しんだ。立つことも難しく、すり足で、ゆっくりとしか歩けなくなった。母も最晩年の2年間は、車椅子を使用しており、同じ病気だったのかもしれないが、母の文書化された病歴には、子宮癌の手術を受けて成功したことしか、記されていない。 いずれにしてもイーストマンは母が苦しむ様子を目にしており、強まる痛みと体の衰えからますます憂鬱になっていった。1932年3月14日に自邸でピストル自殺した。遺書には、ともよ、私の仕事は終わった。なぜ待つのかと書かれていた。葬儀はロチスターの聖ポール英国聖公会協会で行われた。 その遺体は2012年現在、ロチェスターのに埋葬されている。生前、1億ドルもの寄付をしているが、その多くは、ロチェスター大学とマサチューセッツ工科大学に対して、送られた。ロチェスター工科大学には、イーストマンの寄付と支援を記念して、彼の名を冠した建物がある。MIT では、が設置されており、浮き彫りになった肖像の花を触ると幸運が、 訪れるという言い伝えがある。死後、その遺産は、ロチェスター大学に全学遺贈された。同大学には、イーストマンの名を冠した中庭がある。ロチェスターにあるイーストマンの住んでいた家は1949年、として開館された。アメリカ合衆国国定歴史建造物にも指定されている。1954年、生誕100周年を記念して、 イーストマンの肖像が描かれた郵便切手が発行された。2009年秋、ロチェスター大学のイーストマン中庭に彫像が設置された。なお、イーストマンは、デビット・イーチ・ヒューストンのロールフィルムホルダーについての特許フォータグラフィックアプラタス、1881年6月21日、出願、1881年10月11日発行のライセンスを取得し、 後に買い取っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。